世の中を発表します。高橋真です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近ちょっとまあラッキーなことが続いておりまして、競争率の激しいマツダスタジアムのチケット、もう今年は無理かなと思ったんですけど、3試合取ることができ、4月末の神宮のチケット先行予約で E プラスとローソンチケット3日間全部当たりました。でラッキーなことが続くと、まあ、これちょっとアンラッキーなことで調整しないと次のラッキーがないなと思っていました。まあ、小さいアンラッキーで、例えば唐揚げくんを買ったら1個少なかったとか、そういう細かいので調整していこうかなと思ったら、昨日吐き気と腹痛に襲われ大きなアンラッキーになりました。昨日の痛みとあの気持ち悪さ、これは何なんかなと思いましたが、まあ一日何も食わず治ったのですが、まあこれでもラッキーとチャラになったわけじゃないので、今からアンラッキーしっかり受け止め乗り越えます。今日はどんなアンラッキーがあるかと思うとワクワクします。以上、せーの、いいねー、します、どうぞ。